正体不明の生物が滝の上に立っています。その生物が何かを飲み込むと、体の細胞一つ一つが分解されていきます。分解された細胞がもう一度結合し、人間の遺伝子として残り続くことになります。それから何万年もの月日が流れます。人類の起源を研究している人類学者エリザベスとチャーリーは、宇宙を指している壁画を発見します。実はその壁画は地球のさまざまな地域で発見されていました。ウェイランド社は人類の起源を調査するために調査チームを結成し、宇宙に飛び立ちます。そして2年4ヶ月の飛行を終えて、ある惑星にたどり着きました。 AI ロボットのデイビッドが冬眠していたチームメンバーを起こします。It's nice to see you again. For the rest of you, I am Meredith Vickers, and it's my job to make sure you do yours. ウェイランド社の会長ピーターがホログラムとしてチーム前に現れます。You have reached your destination. May I rest in peace. Where do we come from? And I have finally found two people who have convinced me they're on the verge of answering them.Showing men worshipping giant beings pointing to the stars was discovered at every last one. 会長に紹介されたピーターとエリザベスは、チームに壁画が指しているのは太陽系と似た構造の惑星を指していると説明します。And we arrived there this morning. No, not a map, an invitation. From whom? 二人は人類の生みの親とされる存在をエンジニアと名付けました。Engineers?Let's go through that gateway. チャーリーは着陸前に人工物のような場所を発見し、その場所に着陸することにします。Captain, would you please tell the survey team to suit up? It's Christmas, Captain, and I want to open my presents. What's back here? Some kind of a corridor?調査チームは見つけた人工物の中に潜入することになります。そしてドローンを使って建物の中を調べることにします。プロメシアス、We are now mapping. Well, I'll be there. Outside, it's completely toxic, and in here, there's nothing. It's breathable.酸素があることに気づいた調査チームは、より深く潜入してみることにします。デイビッドは壁の文字を読解し、指で何かを押してみます。その時、古代に録画されたホログラムが作動しました。調査チームはついにエンジニアを発見しました。 Look, I'm just a geologistAs I don't really have anything to contribute in the gigantic dead body arena! I'm gonna go back to the ship. If you don't mind. You staying? No, ship's good. デイビッドが古代文字で書かれたボタンを発見し、調査チームは巨大な頭を発見することになります。Oops, sorry. Remarkably human. Charlie?The murals are changing. I think we've affected the atmosphere in the room. Quick, help me back the head. We got an incoming storm front. その一方で、宇宙船に残っていたチームは嵐が近づいていることに気づき、調査チームに帰還するよう命じます。We are leaving! その時、デイビッドは何か謎の有機物を密かに持ち出します。All right, Doc, this is real good to have you back, but where's Milburn and Firefield? Aren't they back yet? Boys, this is the captain. Listen up.
Between the static electricity and the wind speed, well, there ain't no safe way to come get you. I think it's a helmet. Let's see if we can lift it up. エリザベスは巨大な頭を調査していました。Can you run a stem line into the locus coeruleus? ヘルメットを外して頭に電流を流してみることにします。その衝撃に反応し、頭は爆発してしまいます。エリザベスは爆発した頭から遺伝子情報を調べてみることにします。なんとその遺伝子は人間の遺伝子と 100% 一致していました。一方でデイビッドは持ち出してきた有機物から黒い液体を採取し、お酒を持ってチャーリーの元へ向かいます。デイビッドはお酒の中に液体を入れてチャーリーに渡します。そしてチャーリーはそのお酒を飲んでしまいました。Their genetic material predates ours. We come from them. 遺伝子情報が一致したことを知って、エリザベスとチャーリーは熱い夜を過ごしていました。And I love you. 一方で調査チームの二人は、巨大な頭を発見した部屋にもう一度潜入してみることにします。そこで二人は、正体不明の生命体を見つけ出すことになります。その生命体は彼らを襲ってきました。しかも生命体の液体は酸性でできていて、彼らは簡単に溶かされてしまいます。次の日、残された2人との連絡が途絶え、調査チームは彼らを探すために再び建物の中に潜入することになります。調査チームが2人の行方を追っている中、なぜかデイビッドは単独行動をしていました。そして新しい部屋を見つけ出します。その一方で調査チームは残された2人を発見することになります。その時チャーリーがいきなり倒れてしまい、調査チームは早急に宇宙船に戻ることにします。デイビッドは部屋の中に設置されたボタンを押して何かをしようとしています。そしてまた新しいホログラムが再生されたようです。デイビッドはホログラムの中から地球を見つけ出し、この部屋が宇宙船の操縦室であることを知ります。彼らの目的地が地球であったことにも気がつきます。そしてついに冷凍睡眠をしている生きたエンジニアを見つけ出します。He's not coming on board. This is a sick man. I can see that. That's why he's not coming on my ship. 調査チームは無事に宇宙船に帰還しますが、I'm telling you, stay back. メルディスは宇宙船に戻ろうとするチャーリーを焼き殺してしまいます。Have you and Dr. Holloway? デイビッドはエリザベスに妊娠している事実を伝えますが、実は彼女は子供を産むことができない体でした。It's not exactly a traditional fetus.彼女のお腹にいるのは実は謎の生命体でした。寝たふりをしていた彼女は最後の力を振り絞って手術室に向かいます。エリザベスは機械の中に入り、自らお腹の中の生命体を取り出してしまいます。
一方で船長は通信が途絶えていたメンバーを発見します。 What? Where? Hey, Wallace. しかし彼は謎の生命体に感染していました。この事件で何人ものチームメンバーが命を落としてしまいます。その時エリザベスはある部屋から生きているウェイランド社の会長ピーターに会うことになります。実はピーターはエンジニアと会うために冷凍睡眠をしていました。実はデイビッドは彼をエンジニアのところへ連れて行くために準備をしていました。エリザベスたちはもう一度エンジニアに会うために建物の中に潜入します。そしてデイビッドは冷凍睡眠からエンジニアを起こします。You made it here. And it was meant for us. Did we do wrong? Why do you hate us? ピーターはデイビッドを使って人間の寿命を延ばす方法について質問します。その言葉を聞いたエンジニアはなぜかデイビッドたちに怒り狂い彼らに襲いかかります。エンジニアは宇宙船に乗り込み目的地を地球に設定しています。エンジニアが地球に向かうと知った船長は自らエンジニアの宇宙船に衝突することでエンジニアを引き止めます。エリザベスは宇宙船に残された必需品をバッグに詰め込んでいる最中に自分のお腹の中から出てきた生命体に出くわします。そしてもう一度エンジニアに襲われてしまいますがエリザベスが手術室のドアを開けるとエンジニアはその生命体に襲われてしまいます。エリザベスはデイビッドを救い出しエンジニアの宇宙船データ出することにします。そしてエリザベスは地球ではなく彼らの惑星に向かうことを条件にデイビッドを修理することにします。こうして二人はエンジニアの惑星に向かいます。その時、エンジニアの体からはエイリアンが誕生していました。映画「エイリアン」の続編「プロメテウス」のレビューでした。